こんにちは、おめです。今日は土曜日。今回は今週おすすめの道玉、サンペール選手を紹介していきたいと思います。この前試合後のインタビューされてましたけど、日本語うまいですね。日本来てたった数年で日本語マスターしているサンペール選手。このチャンネルで何回か登場してるんですが、改めて紹介していきます。能力はグランタパス、フライパスがとても高く、ボールコントロール、ボールダッシュ、スタミナが80になったりします。ダブルタッチやワンタッチパスなどスキルを持ってます。理解し、いや、何してんの？来たんちゃうすか？はい、で、ここだ。はい、打てる。あ、切り抜けた。なんで外すかな。よしよし、待つか。いけないか。バカ横。やばい、昔もった前。もう強っ。どんだけ遊んだの、二人は。いやー、入ったな、これ。いいよ。取れだな、これ。あれ、オフサイかな？いいか。いや、なんそれ？いやいやいや、チビが手薄で、外。オッケー。ジサロ、決めていく？やめた。おー、マジか。激しく奪いに、オッケー。トラッキー。来たよ。OK。で、通るんかい、それ。いや。来たよ、これは。まだある。まだある。あるぞ。オッケー。はい、以上でます。またよろしくお願いします。バイバイ。